に白ひげの船だ。コンメッセージ力全てを手に入れた男、海賊ゴールド・ロジャー。恥を甘んじて受け入れ、今日まで生き延びたのはただ一点、この胸に刻みし、おでん様のお言葉ゆえ。他のお言葉こそ我らの生きる様子がでござる。なんだよお言葉って。おでん様が残されたお言葉はたった一言。みんな聞いてほしい。あの日おでん城で何が起きたか。拙者は金右衛門たちと共に同志を求めて旅に出た。今まで苦しい思いを抱いても諦めずに生きてこられたのは一つの願いのため。和の国に生きるお前たちの力が必要なんだ。ここにいる者たちの思いは一つ、和の国を取り返す。